やおこげ出るんですよ、ほら。うわ、いい匂い。ほら、おこげよ。どうも、ラジオネスさんです。はい、ということでですね、今回はですね、コラボ動画前回もね、させていただいたんですけども、これでございます。はい、だし専門店の寿司のことですね、原田製茶さんとですね、僕が監修した味噌汁のものでございます。お湯を入れるだけでめちゃくちゃうまい味噌汁ができるっていう最高の味噌汁のものなんですけども、僕ね、いつもね、あのツイッターで二日酔いの時これに助けられましたっていつもつぶやいてる商品ですね。だからもしかしたらツイッターで見たことある方もいらっしゃると思う。素入れて、カメとか入れて、ネギとか入れて、お湯だけ注げばめちゃくちゃうまい味噌汁が作れるんですけど、今回はですね、なんと調味料としてもマジで優秀。味噌汁の素を使ってですね、最高に美味しい炊き込みご飯ですね、釜で炊くからほとんども釜飯なんですけども、鶏肉を使って最高に美味しい究極の鶏釜飯作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。では材料紹介いきたいと思います。米、これ2合分、まだ洗ってません。あとで洗います。鶏もも肉、大体半分、2分の1枚だから 170g とか 180g の鶏もも肉を用意してください。ごぼう、あと人参、具材はそれだけです。結構シンプルに今回いきます。あの味噌の素がね、うまいんでね。鰹節ね、3から 4g ですね。最後に、これびっくりした、味付け、これだけ、こいつだけです。味噌汁のものですね。僕がもうめちゃくちゃ映ってますけどね、はい、こいつだけで味付けでも、これがね、味わい深い釜飯になるんです。これからやっていきたいと思います。ということでですね、今回は味噌汁の素を使って調理していくんですけども、助手を呼んでおります。こちらの方でございます。お久しぶりです。二日酔いのお姉さん、小雪です。二日酔いに効くレシピがあると聞いて、なんかちょっと二日酔いの顔してる。やってまいりました。二日酔いに効く味噌汁は味噌汁だからね。まず味噌汁飲んでから、スタートします。はい、カツワカメをバラッと、はい、ひとつまみぐらい、おお、まあ、大体ね、小さじ1半ぐらいかな、これは。おお、うん、これはお好みに応じて、お好みに応じて、あのお湯の量で違うから、うん、もうね、飲みながら、あ、これぐらいの濃さがいいなっていうのをやってもらっていいですから、はい、ね、注いでください。溶けましたね。そう、入れるだけで溶ける。すごいね。混ぜないで、ネギとかパラッと、もうこれで、これでめちゃくちゃうまい味噌汁。完璧。体調整えていきましょう。いただきます。いただきます。五臓六腑に染み渡るね。うまい。おいしい。優しい味がするんだね。優しいんだけど、だしはがっつり効いてて、うん、粉末味噌使ってるんで、かなりね、あの二日酔いの時にマジで上品、うん、買ったらね、一回このまま飲んでほしいですね、うん、これで体調が整ったということで、はい、僕らの助手をちょっと呼びましょうか。原田製茶さんからの差し入れです。いただいたやつ。暗がりのバーでしか見ない形の暗がりのバージャックだに、ね、こんなジャックがあるとは思わないです。これを飲むと始まったっていう感じがするんだよね。翔丹さんですね。整います。整います。くぅ、整った。ということで、飲みながら楽しく最高の釜飯を作っていきます。米を研いで、いきます。まず少し少量の水入れて少し研ぎます。すぐ流して、うん、今の、お米は精米精度が高いから、これをやるとお米が何十倍にも美味しくなるっていうのはあんまない。最初の、この研ぎ汁っていうのは今さっき捨てた分ね、汚れてるからすぐ捨てた方がいいとは言われてる。2回目ね、今ザーッとやる。はい、2回でいい。炊きご飯は味付けちゃうんで、ここまでね、ご飯の研ぎ方に気をつけなくて大丈夫。はい、で、いつもはお醤油だろなんだのを僕結構入れるんですよ、うんうん、今回は入れないで、まず2合の線までこう入れちゃう、水を、はい、炊飯器の、2合の線まで合わせてください。これはちょっと水につけておこう。この間に具材を切っていきます。はい、ちょっとこの黒いところが、黒い皮が少し残ってる状態が一番うまい。へー、なぜかっていうと皮に一番香りが残るから。なんでこれは今回金沢市でやってもらったけど、くしゃくしゃっとしたアルミホイルでこうガシガシガシってこう、磨くんでも全然平気です、うんうん、なんかささがきってさ、うん、めんどくさくね。
めちゃくちゃでかくなんだ。あるある俺あれがあんまり好きじゃないんですよ。なるほどね、はい、縦に割ってから斜め切りなのよ。なるほどね、うん、それ楽だね。そう、これが一番楽で、で炊き込みご飯にするとあんまりね太いごぼうって下に残っちゃうというか、はい、うん、そうだね。そうだからこれで細切りをするのが俺一番炊き込みご飯はこのごぼうの切り方が一番うまいと思う。確かに。やってください。今日ちょっと私のが飲んじゃってるから。正月もそうだったね。いや正月は俺のが飲んでた。嘘だ。50歳までおばあちゃんも生き残ってた。あ、いいですね。いいですね。あ、それだけ使えば全然いいと思う。細切りにしたいんですね。はいはい、はい、細切りにしていきたいんで、まあ半分に切ります。僕はもう皮むかないんで、うん、そもそもね、人参って出荷時に皮薄皮むけてるんですよ。そうなんだ。そうそうそう、だから食べてください、うんうん、で、あ、こっから細切りにしていくんだけど、うん、細切りにしたらこの皮の食感とか全然気にならないんで、まあ確かに、はい、で、逆に剥いちゃうと食べられるとこ減っちゃうから、うん、洗えば剥かないでいいって言ってるんで、ほうね、あの、揃えて、うん、揃えたらこうやって切っていく。料理できるっぽいじゃないですか。いやいや、なりわいなんですよ。なりわいなんよ、それで、こんな感じで、はいはい、まあ、あの、ある程度ね、まばらになっても全然平気なんで、炊き込んじゃうと、うん、で、こんな感じで細切りにしていくと、ご飯との絡みが良くなるんで、はい、で、あと、人参はね、あの、鮮やか、うん、確かに鮮やかになる。炊き込みご飯にはね、入れた方がいいです。まず、かつお節入れるわ。はいはい、かつお節で、これはかつお節の香りをつけたいからかつお節入れます。うん、はい。この味噌の素って昆布はたっぷり入ってるんですけど、かつお節の香りは入ってないので。そうなんだ。これだけでもめちゃくちゃうまい、うんうん、めちゃくちゃうまいんだけど、かつお節を入れることによって、うん、かつお節のイノシン酸とこの昆布のですね、グルタミン酸、これが相乗効果でかなりうまみを持ちます。大さじ2半2半、はい、大さじ1 2 2の半分。半分、はい、普通のお味噌とかでもいいんだけど、うん、溶けにくいんだよね。粉末だから、うん、あのご飯全体に行き渡るんですよ。これこれぐらいのかき混ぜ具合で大丈夫。まあ、人参でしょ、うん、はい、鮮やか、はい、ちょ昆布ごぼうね、うん、昆布の呪いね。昆布に取り憑かれてます、ね。はい、これ半分にしようか。一回横でお願いします、はいはい、こう、そう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 、あの一口ずつ鶏肉さんが入るよって感じ。私のこと3歳だと思ってる、うん、鶏肉さん、あ、なんか、あー、一口に鶏肉さんいたねーってなりたい。その元の写真もやっぱ心を失っちゃってるもんね。あれは、うん、俺が昔撮った潜在写真。そうそう、それぐらいの細かさ。はいはいはい、はい、細かくしたりとか、うん、そういった方がご飯と馴染むんで、一緒に炊き込むから、うん、細かめの方がいいです。入れていきます。はい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 、はい、全体広げていただいて、これでございます。注意点なんですけど、炊き込みご飯全般的に言えるんですけど、例えば5合炊きの場合とか、これ5合炊きの釜なんですけど、5合炊きの場合はだいたい3合ぐらいまでにしといてください。今回2合でしょ、だから 1.5 倍すれば3合もできる。はいはい。例えば5合炊きで4合ぐらい炊いちゃうと具を考慮しないから生煮えになっちゃう。なるほどね。だからたまにあのリュウさん失敗しちゃいましたっていうのがあるんだけど、多分3号だけで2号ぐらいやってるかな。なるほどなるほど。3号だけだったら1号とか、3号だけで1号が一番いいね、うん、だから10号だけとかだったら5号とか全然いい。なるほどね。許容量の半分ぐらいっていう風に認識しておいていただければ大丈夫です、はいはい、だから、半分に減らして1号とかもできますんで、ご家庭に合わせて、分量調節してください。はい、じゃあですね、これ開けていただいて、オープン、入れて、うん、はい、閉めて、で、炊飯。じゃあ炊飯でだいたいこの分量だと1時間ぐらいで炊き上がると思うんで、1時間飲み明かします。はい、ということでですね、今回1時間経ちましたね。待ってました。きっかり飲んでました。きっかり飲んでおります、はい、オープンしてみましょうか。オープン。いや、炊き上がったんで、うん、ちょっとまあ、混ぜましょうか。そうすると、わかるこのおこげ、おこげおこげ出るんですよ、ほら。うわ、まあ、可能だったら少し蒸らしてね。いい匂い。ほら、おこげよ。芳醇よ、香りが、うん、芳醇です。うん、はい、これまあ、蓋閉めて5分ぐらい蒸らした方がいいかな、うん、じゃあちょっと放置してから、持ってきてね。じゃあ持っていきますよ。今回たっぷり2合。ごぼうの香りがね、いい
いや、美味しそう。いや、美味しそう。人参いい仕事してるね。そう、いい仕事ですよ。これ人参が入ってないとちょっと地味さが出ちゃうから。そうね、寂しいよね。そうそうそう。必殺技ね。必殺の必殺小ネギ。いやー、はい。この赤、赤たし。素晴らしい。赤たしです。いや、っていうかもう香りが、うーわ。最高に美味しい。味噌取り噛む美味しい。完成でございます。早く食べたい。はい、それではですね、できたんですけども、炊き込みご飯だけで食べるってなると、もう一品欲しいなって。確かに。だから、ここですよ。はい。いただきましょうか。これいただいたやつ。ありがとうございます、本当に。きれい。じゃあいただいていいですか。いただきます。お焦げの部分きた。うん、うまっ。ごぼうシャキシャキ。うん、相性最高。旅館の味なのよね。味噌汁と合わせるために作ってるから、味噌汁とめちゃくちゃ相性がいい。塩分濃度的に炊き込みご飯ってちょっと甘め多くない？これ甘くない？甘み入れてない。竹に合う。ちゃんと取った出汁の味がするんですよ。こんだけ簡単なの。絶対やってほしい。おいしちみはめっちゃ合う、うん、香りがね、君合うの？これが食べたくない日はないな。前回俺味噌かまたまやったけど、あれもめちゃめちゃうまかったんだけど、これは一段上いくかなっていう。今回他の具材入れても作ってみたいね。ということで、味噌汁元で炊いたこの炊き物、小料理屋さんの締めの味がしますので、ぜひ皆さん試してみてください。はい、ということでですね、今回ですね、紹介させていただいたこのだし専門店の味噌汁の素、これだけ言っておきますけど、絶対買って皆さんに損させないものしか言いません。僕も何度も助けられてますんで、どこで買ったらいいよっていうあると思うんですけども、概要欄に EC サイトの URL 貼ってありますんで、本当に美味しいんで、ぜひこちら試してみてください。